やっていきましょう。もし3年目の清宮がハムで4番でスタメン固定だったらシリーズ、もっとプロ野球チームを作ろうでやっているこのこちらのシリーズやっていきましょう。どうもアザラシです。ウィーウィー。でもね、今気づいちゃった。これのゲーム内の時間、5月4週目の前半ですね。これ1週分進めたらもうその次の分が6月に入っちゃうんで、かまわん、続けてしまおう。6月にも入っちゃおう。こちらの動画6月に入ります。6月に入っても、動画として6月に入ったどうゲーム内でも先に6月に入っちゃいますということですね。3年目ということでね、ちょっとこれはね避けたい事態だったけどね、もう致し方ね。まあ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 っていうことでね、まあ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 、ちょっと待って、森本一人を上げるんだった、上げれないんじゃねえか。でもまあフルで練習させない方がいいんだってね。気になるな。まあ、怪我しないようにってことが大事なんだとは思うけど。石本、もう本当にガチの足のスペシャリストになりつつあるな。なんでどうしようかな。5月分だけやって6月の頭の分でセーブってことにしましょうか。1週分進めます。次しかしロッテだったらちょっと泣くな。ロッテやりすぎ、なんとも、体力あるから関根、いや素晴らしい勝ちっぷりだね。次はちょっと待ってよ、確認させてね。ホークス右左左左右右右両打ち、両打ちだっけ、起こし右左、中軸が左ってわけでもないけど、中、まあ、2番からが左だから、右投手でもいいんかな。あ、清宮がちょっと調子よくない、最近。清宮最近調子よくない、そんなでもないか、そんなでもなかったです。右、だから清水を当てようかなと思ったけど、左と右どっちがいいんだろうな。勇気とかと、まあ、清水投げ出してみますってダメだった。清水じゃ勝てません。でも翔太じゃ勝てました。すげえ打ってんな。なんだなんだ、金子、新庄、打撃成績はやっぱ気になるの。でも清宮の打撃成績は常に気にしていきたい。伸びてはないね。4番が2割1分7厘がちょっと、まあまあこのハンデを背負いながらも一応首位をキープして、おお、1億4000万円。そういえばあれですね、プロ野球の開幕の日が決まりましたね。自粛解除の流れを受けて6月19日だって。6月19日には動画は上げないかもしれない、野球見てるから。けどいや、どうなんでしょうね。どうなんでしょうね。全然構わんよとも思うけど、構わんよって思うけど、その一方でほら、甲子園とかはさ、中止なわけじゃないですか。甲子園は。もうこんだけ人数多いとさ、誰が入ったかわからん。誰を新たに獲得したかわからんね。コリンズ。こいつじゃね、新たに取ったの。そんな気がするね。コリンズ。ほー。ほー。左、コリンズ。取っていいね。もしも5月に、6月になって、お金が十分あれば、6月の頭に2億あれば、コリンズを取りましょう。森本を下げれるから、森本を上げれるか、森本を上げれるんで、2軍から森本を招集しましょう。誰よって感じだけど、まあ、まだ若い島田和弘かな、どっち、島田と、若さで言えば、島田よりも、平下の方が若いけど、戦力から言うと、まあ、平下でしょうね。このステータス見て。それは平下でしょうね。ちょっとね、島田はもう少し下で、何を、選球、技術かな、技術系、いや、力かな、いや、技術かな、まあまあいいや。まあやっぱこういうふうに、
森本を上げることによって、まあ、この控えの三塁手、うん、どうしてもうちのチーム小笠原を三塁に回してる都合上、小笠原のところに守備固め、フロストじゃちょっとね、なんでね、やっぱ森本を守備固めとしても上げておきたいよね。そういう気持ちが出てますね。はい、 OK。 特に問題ない。首脳会議も聞いておく。つとむ調子がかなり悪い。赤田は素質、守備の素質の波。ちょっとガンちゃんの調子が怪しいですね。スランプになる前に調子のくるトレーニングにしておきましょう。このきめ細やかな練習メニューの設定。ただ、そうね、ガンちゃんがやってるけど、もうそろそろ衰えが見出すんで、そろそろ衰えが見出すんで、もう使い捨てを考え始めなくちゃいけないような気がするけどね。あ、もうそろそろもうそろそろ限界よ、ガンちゃん。このゲームはもうちょっとそういうところがある。調子落とし気味ってことね。どうしてもね、31、2ぐらいからちょっともう頭打ち、成長が頭打ちで、そっからはいかにこう、なんだろうな、衰えないようにしていくかみたいなところがね。おっと、今回はオリックス戦ですね。万全を期したガンちゃんを初戦に投げさせて、最後誰かな、最後勇気に生かすかな、これは。じゃあまず小手調べにガンちゃん。一人の調子はグッドだな。野手も変えるべき選手はいないね。なぜか桜井で負けている。次、矢野、このまま矢野かな。おう、ちょっと1戦目は気になるね。ここか、追いついたけど最後力負けと。投手はガンちゃんが5回、原田、堀田投げさせすぎでは。桜井もよう投げとる。堀田ってのは別にいい、そんなにいいピッチャーじゃないからねそんなにいいピッチャーじゃない。なんでか投げさせとるけど、そんなにいいピッチャー。さあ、遊戯です。今日の動画のハイライト、ぐっちゃべりながら見ていきましょう。オリックス戦ピッチャーは伊藤智人かな。あの顔はヤクルトからだよねなんかよくわからん外人が一番にいるねさあ、まあゆっくり見ていきましょう。現在首位に立っておりますが、伊藤ですね。うちのチーム左バッターが強いんで、ちょっと伊藤では勝てない気がするな。しかも結構衰えの来てる伊藤だと思うんで、勝てないと思います。さあ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 、2位じゃないアリアスがいましたね、サードにね。アリアス結構好きだったな。なんか外人選手の中では結構アリアス好きだったな、なんでか。うん、クローズドスタンスかな、オープンスタンスかな。うん、あのアリアスの独特の構え、倉敷で確かホームラン打ってたんだよ、マスカットスタジアムでな。そういう印象が残ってる。いや、さあ1番、あれもしかして一郎いない。あ、一郎4番、すさまじいな、一郎4番。あ、外野に飛ばされて谷が。これ一郎ね、一郎あれですね、歩かしてもいいな。歩かしてもいいな。いやどうかな、一郎。外野フライですね。よし。さあ、一方、うちの4番、オリックスの4番が一郎だとしたら、うちハムの4番は清宮だ。見ていこう。清宮の打席、打率2割2分まで上がってきましたね。ホームランも6本、割とこれはちょっとこう上り調子ではないかな。
伸びてない？打球が伸びるようになったね。いや、清宮はちょっと覚醒の兆しを見せている。まあ、次を打つバッターがね、バッター2割2分打ってるから何とも言えないけどね。さあ大事な場面ですね。ノーアウト1塁3塁、打席には稲葉。さあランナー、ファーストのランナーがオバンドっていうこともあるので、まあを見ている、あ、見てちゃいけないんだよ、実況者はな。実況者は見ててはいけない。ただ 2-3 です、フルカウント。ここね、ここおー、金子誠でノーアウト満塁。金子はね、チャンスに強いんですよ、割と。普段打率が低いけど、普段打つ気ないけど、ここぞという場面で打つんですよ、金子誠というバッターは。さあ殿下の宝刀、高速スライダーですね。このゲームでは高速スライダーになっている。伊藤智人といえばスライダー、うん、そういう伝説のストロ、伝説の変化球ですね。だが、ああよし、ボール、もう一球ボール。次のボールで試合決まるね。この次もしもフォアボール出したらハムの勝ちですわ。よし、勝ち、もうこれ以降の試合を見る必要ないかもしれないね。こっからめった打ちよ、押し出しのフォアボールなんてプロがやっちゃいけないプレー。ん？ん？あれ？結局押し出しのフォアボール1点のみ。ほう。まあそんなこともあるな。でもこの試合勝った。およし。打席に小笠原。多分出塁する。で、キャッチャー日高なんで、まあ肩はそんなに弱くないね。でもまあ小笠原はギリ間に合うレベル。これも抜ける、抜けないか。大島浩一、セカンドは大島。さあ4番の清宮です。なんとか1点欲しいね。そういうとこだよな。別にあのヒット打てとは言わん、でも打点を稼いでほしい。4番はそういう仕事をしてほしい。またオバンドフォアボールか。いや、オバンド打つね。で稲葉。うちのチームまあそんなに点はまだ3回で2点だけど、でもかなり押してる感じあるな。この試合伊藤智人を攻めている、普通に攻めている。さあアウト、3回を、おっと、見ていきましょう。一郎の打席、またランナーを背負った状態で一郎ですね。勇気には少し荷が重いかもしれないけど、打率3割5分、絶好調の一郎ですね。ボール。まだまだ一郎、成長過程の、そんな風な、成長過程の中にある一郎なんで、年を追うごとにまだまだ力をつけてくるっていう状況なんで、うん。まあ、打つわな。次。アリアス、ジョージ・アリアス。アリアスが阪神にいる時のなんか阪神の1年のテーマ、あれ星野の頃だと思うけど、テーマがネバーネバーサレンダーで、ネバーネバーサレンダーだったかな。なんかアリアスは考えたとかいうね、いいあのなんか1年のテーマだったんですけど、キャンプテーマっつうか1年のテーマっつうかね、なんかあるよね、そういうの決めるよね。ほとんど
ほとんど耳にも残らんで消えていくようなのもいっぱいあるんだけどさ。ネバーネバーネバーサレンダーはいいあれだったな。決して決して決して諦めないっていう意味だけどね。諦めないって言葉は好きだね。さて試合の方、まあ進んでますけど、プロ野球開幕のことについて少しちゃんと話しておいて、ちゃんと話しておかなくちゃ。こういうね、雑談の場でもあるんでね、焼き付くの試合の場面はね。プロ野球開幕に6月19日からどうすんの？正式発表って書いてあるんだけど、日刊スポーツとかがね報じてますよね。はい、右で見ながらやってるんですけど、いやーでも、まあ、当面は無観客って書いてあるね。6月2日から練習カード、練習試合4、うい？知らした？練習を4カード分や、4カード、4カード練習試合4カードって。4カードってことは12試合か。結構試合しますね、そしたらね。その試合の様子はテレビで映すのかな？らしいですね。4カードになって開幕に備えていると。ダメだ。清宮の前にランナー食べたかったのにな。で、120試合だって今年は。プロ野球ってなんか野球規約に、ホームゲームの数は160試合を最低数するって、最低数っていう風に書いてあるっぽいんで、120試合はもうそのプロ野球として成立する野球規約で成立する最低の数みたいですね。この当時のプロ野球、おい、ここ大事、ここ1点取られたら雪の勝ちが消える。この当時のプロ野球が100、真顔になってる。フェイスリングが消えて真顔になってる。だからニール打つね。俺が実況してるとニールが打つね。うわー、すげえ打球だったな今。ボーンって言ったな、ボーンって。へー、この当時のプロ野球が135試合なんで、まあ、それより15試合ほど少ないってことですよね。120試合か。今年だったらその、でも試合数が単純に少ないけど、それだけね、記録、積み立てていく系の記録が少なくなるんでね。だからホームランの数が、例えばホームラン王が30本でホームラン王とかになったりするとか、15勝とかで、15勝とかで最多勝とかになったりするんでしょうね。そういう風な勝ち星とか、ホームランの本塁打とか、打点とかっていう、アンダー数とかっていう、そういう数字っていうのは、まあ、試合数と関係してくるんでね。なんかこう、50年後とかに、10年後とか20年後とかでもいいけど、プロ野球のこの歴代の年表を見ながら、こう、年表を見ながら、この選手がなんか、この時にこう数字少ないのなとか、この年結構ホームランの数少ないのにホームラン王になっとるなみたいなことを思った時には、あ、この年コロナがあったんだなっていう風に刻まれるんでしょうね。野球史というか、まあ、野球好きからするとそうやって、おいおい、これはどうすっかな。原田かな。一郎に対して原田。ちょっとこれは荷が重いかもしれないですね。荷が勝ってる。なことになるかもしれないですね。コロナのね、年だったんだなっていうふうにね。まあ、そういうのも、まあ、あってもいいでしょうけども。どうしても、やっぱ試合数が減れば、その分だけ、球場に足を運ぶお客さんも減るし、チケットでの売り上げも減るから、選手の年俸は下がるんじゃないのって思ったりするけど、おい、立山。いや、立山はうちのエースなんです。見てください、この性能。この変化球。負けるわけ、打たれるわけがない。打たれるわけがないんですよ、立山が。アリアスごときに。頼むよ。
プロ野球の年俸とかもね、どうしても下がらざるを得ないんじゃないかなって思ったりするけど、どうなんでしょうね。どうなんでしょうね。で、まあね、甲子園はできないわけじゃないですか。プロ野球は見れると。あの、サッカーね、五郎丸あたりが、なんか言ってましたけどね、五郎丸選手あたりがね、なんか言ってましたよね。プロ野球、プロは開幕できる。アマチュアはできないの、なんでだろう、みたいなね。まあ、でもね、確かに。確かにプロ野球は開幕するけど、甲子園は中止ってもの決まってるっていう、まあ団体が違うっちゃ団体が違うんだけど、やることは一緒だからね。まあ何が良くて何が悪くてってのよくは、どこら辺の線引きなのかってのもよくわからないよね。どんどん打たれてる。立山さん。うちの立山。ひでえ試合になりそうだな、こりゃ。藤立二郎。もうね、ちょっと立山、ここで一番怖いニールが惜しかったね。30冊狙えたね。でもプロ野球、まあ、球場まで足を運ぶ派ではないので、あんまり年に1回、多くても1回ぐらいよ、プロ野球見るのなんて、あの球場でね。なんで、まあ、あの無観客だろうが開幕してくれれば、俺からしたら、アザラシくらいからしたら嬉しい。まあ、プロ野球ってのはそういうところがあるよね。別に何も観客に入れてみるのが忘れてないみたいなね。でもこのエンタメのないこの時代に、プロ野球が、無観客とはいえやってくれるのは、一野球ファンからすると、でも、思うことがある。まあ、例えばこうアーティストとかライブをするアーティストの人とか、なんかこう個展を開く人とか、そういう人からすると、プロ野球の開幕も、まあ、恵まれてるのかなっていう気がしますね。観客入らないにしてもですよ。例えばライブとかさ、無観客でやったらできないよね。それに結構時間かけてチケットとか、なかなか清宮の前でランナーがたまらんですね。チケットとかさ、フェスとかも行きたいですよ。やっぱりね、夏とかはフェスに行きたいですよね。去年行ってやっぱり楽しかったよ、フェス。一年に一回ぐらいフェス行ってみたいなって思う程度にはいいなって思いましたわ。でもそういうのは絶対できないもんね、もうね。絶対できないよ。だって、もうチケットがまず、チケットもだし、場所も抑えたりさ、そこまで行って中止とかになったらもう大変なことよってなっちゃいますからね。それでプロ野球もやっぱこの、ホームとか抑えてたりするわけだから、ホーム球場とかあったりね、そういうのまでやりやすいのかなって思ったりもしますが、ここでどうしよう、赤田かな、いや石本だ、うちは石本が対象に出てくる。ブローズ早いな、石本はさすがにここで1点入れてもちょっと勝ちは遠いよね。1点。いやー、プロ野球開幕。嬉しいけど、喜んでいいのかなっていう、プロ野球ファンとしてはね。無観客でやったとしても十分収益を取れるシステムだったらいいのになと思うけどね。でもね、やっぱりその、プロ野球選手だけじゃないからね、プロ野球はね。例えばお弁当屋さんだとか、グッズ作ってる人とか、そういう人たちからするとやっぱ無観客でやられたら、やっぱ商売上がったりだよなと思うし、そういう人たちはやっぱりこう、生活厳しそうだよね。ね。いろいろ考えますね、コロナね。家で見る派の人間からすると別に、弁当とか、どうでもいいし、グッズも、まあ、通販とかで買えばいいしとか、ね、
売店の売り子のお姉ちゃんとか、売店じゃねえ、ビールの売り子とか、そういうのを別に家で見てる分にはどうでもいいかなと思っちゃうけど、でも本人たちからしたらやっぱりこう死活問題なわけだしね。ね。うん。まあ、思いますね。いろいろね。どうなんだろうって。いろいろどうなんだろうって感じ、ね。だらだら喋りすぎだろ、これ。だらだら喋りすぎだ。さあ、最終回。ここで4点取らなきゃまた負けますね。動画の時間が長えなとよく思う。ちょっとリクエストだろ今のは。ちょっと稲葉金子あたり打率が低いですね。2割5分ぐらい打ってほしいな、2人ともさすがに。甲斐が貧弱じゃのう、甲斐打線が。で、野口を出す、そのまま出すぐらいやったら、うちは磯部を出す。いや、野口の調子にかける。調子いいからね。今日は結構スパッと終わりそうですね、動画自体もね。スパッとね。スパッ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 。動画ね、やっぱね、なんか10分ぐらいで終わらせるのがいいのかなと思ったりします。10分ぐらいやったら、まあ、あれやこれ見ようかっていう気がするよね。でもさすがに、1本の動画の時間40本ぐらいになってくると、と思う。ちょっと見るの勇気いるわーみたいになっちゃうよね。しょうがないなーとは思うんだけど。いやでも焼きつくこうやって一つの試合をじっくり見ようと思ったらどうやったって10分じゃ収まらん。飛ばせてダイジェストでやれって思うんだけどね。動画をダイジェストで、飛ばす勇気がねまだ持てないですね。バシバシ切って飛ばすっていう勇気がね、常にダーッと喋ってるんだよ。毛伸びると評する。阪神タイガースに入ったってことで、まあパリーグには影響なし。ちょっとね、コリンズが取るべきか取らないべきか次の回で決めましょう。1億3930万円取られるけど、選手年俸どうしても下げられないし、まあこんなもんだろうね。固定費だね。勝敗表見てみろか。5月が終わって、うちは29勝19敗で、まあ、10個の勝ちと。いいですね。いいですね。成績表を見ると、得点がホークスより低いですね。失点ホークスよりも多いですね。え？なんで勝ってんのこれ。どう思う？打率は2割8分4厘で、めちゃめちゃ打ってる割に、得点は2割1分8、得点は218で、打ってる割にそんなに得点が入ってないっていうチームのあれですね。これね、監督が悪いでしょうね、やっぱりね。さすがにこれ監督が非難されてもおかしくない。ホームランはやっぱり12球団、6球団中トップだし、盗塁数は135ともう頭おかしいぐらい走ってますね。走りまくってますね。そんな感じですね。はい、じゃあ、まあ、とりあえず、今回はここまで。5月の振り返りはここまで。選手の一人一人の選手の成績云々かんぬはまあいいでしょう。さあ1位だからね、 A 欲しいよね。 A よし。信頼、 A ランク新人も見つけるし、チームも勝つし、収益も悪くない。上り調子。そしてグッズショップもできました。このグッズショップでね、グッズを売っていこう。あと、練習がハードでは、一理あるんだよな。考えるまでもないだろ、愛の持ちさ。増えてないね。経営面で開発の、グッズとかアイテムとか開発していきたいけどな。金がないよね。2億8000万円。まあ、ここで新外人取っても優勝っていうのには多分変わりがないんで、取らなくてもいいか。で、グッズを、売ってなかったグッズを売るという形に、全部売ることになるな。これはちょっとバランスが悪いな。ちょっとバランスが悪いな。で、ちょっとグッズアイテムを作っていきましょう。結構
条件厳しいな。1億で1、1億で1は無理だって。5000で2、あれ5000で4、5000で4か。まあいいか、5000で4と1億で1、1億で1ヶ月、グッズのために1億で1ってちょっと大きすぎるな。まあ3000で2だな。ごちゃごちゃ言うとるな。ここカットしようかな。カットしていいな。今のところカットしていいな。はい、ということでね、まあこれで5月分終了ということで、次は6月の7日ぐらいかな、2週間後なんだね。野球つかはそういうペースで、2週間に1回ぐらいのペースで、月曜日に上げていくっていうのをルーティンにしていこうかなと思います。まだプロ野球は開幕してないでしょうから、まあ、プロ野球は開幕してないけど、ちょこちょこ練習試合なんかを各方面やってるという状況でしょうね、次はね。じゃあまあ、コロナに負けず頑張っていきましょう。ほなまた。